ということでこちらでございます。博多名物鉄板焼肉ということでやってまいりました。こんな感じです。サディカこんにちはのぶです。本日は焼肉の定食、しかもお店のメニューが一品しかないっていうお店の方に行ってみたいと思います。ということで本日今来てるのはこちら沖縄県うるま市でございます。うるま市のなんていう公園だったかな、ハゲナ中央公園ですね。多分ですね闘牛場とかもある公園ですね。こちらに来ております。そして本日ご紹介させていただくこの公園からですね結構すぐ近くにある焼肉専門店です。焼肉専門店って言ってもなんかそういういわゆる焼肉をこうなんですが、肉を焼いて焼くような焼肉ではなくて、もう鉄板でジュージューやっている焼肉の専門店です。メニューはですね1品しかなくて、まあ、その量が選べるっていうぐらいみたいなんですけれど、あと定食が選べるのかな、定食にしたりしなかったりっていうことも選べるようです。まあ、でも本当にメニューは1品しかなくて、さらにですねお肉はですね焼肉といっても、ね、牛肉の焼肉ではなくて多分豚肉だと思います。豚肉の焼肉の専門店なんかちょっと変わってますよね。そのメニュー1品しかないようです。ちなみにお店はですね去年の10月秋ぐらいにできたみたいなんで新しめのお店なんですけど、結構 Google とかの評価も良くてですね口コミもいいので結構評判がいいみたいです。美味しいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん気になる方は参考にしていただければと思います。それではこちらのアゲナ中央公園からお店の方に向かいたいと思います。ということでこちらでございます。博多名物鉄板焼肉大当たり、博多名物のお店なんですね。そういえばそういう前調べてる時もそんな言葉があった気がするんですが、博多名物です。ちなみに外にメニューありますね。こちらです。なんと1人前が980円、そして1人半前が1380円、ダブルで1820円、トリプルで2710円です。もうメニューはそれだけです。英語もシングル980円、 1.5 なんて書いてたら 1.5 かな、1880円、同じ値段でございます。飯味噌汁付きで150円なんですけど、確かランチはですねランチサービス鉄板焼肉1人前プラス飯味噌汁付きで980円、平日11時から15時限定ですが、こんな感じでお安くいただきます。店の場所は合ってるかな、合ってるか、合ってますね。それではこちら行ってみましょう。それでは入ります。こんにちは。はい、一人です。よいしょ、ということでお店の中入りました。ちなみに注文は済んでおります。さっき言ったようにですねランチタイムは980円で、ライスも大きさがあって小盛り、中盛り、大盛りとかあるんですが、中盛りまでは無料で大盛りがプラス50円、さらに特盛りみたいなのがプラス100円でできるそうです。そしてお肉の量も外に書いてる通り選べます。なので一番安いのは980円でランチタイムでご飯、味噌汁付きでいただけるようです。これは注文しました。しばらく待ちたいと思います。ということでまだ待ってますが、お店の雰囲気はこんな感じですね。テーブル席が4人掛けが1、2、3、2人掛けが1、2、そしてこっちにカウンター席が何個あるんだろう、5人ぐらい、2、4、5、6人です。6人座れる席があります。そして一足先にちょっと味噌汁とご飯出てきましたが、一応店の説明こんな感じですね。当店の焼肉の特徴は特製の辛味噌にあります。数種類のスパイスと自家製味噌を使った辛味噌です。美味しいお召し上がり。この辺は食べながら見ていきましょう。ということでやってまいりました。こんな感じです。で前方見えてない、こんな感じです。めっちゃいい匂い。これで1人前で結構いいボリュームですね。しかしめっちゃ跳ねます。エプロンも多分もらった方がいいと思います。エプロンいりますかっていらないって言ったんですけど、これを見てちょっといただきました。膝掛けにしてますが、こんな感じです。ちなみに斜めにしてるのはここに旨味が出たこの汁が出てくるので、ここにさっきの味噌を足しながらいただくといいそうです。まずは一マス、ちょっとこっちの方からちょっといただいてみましょう。ひとまず肉だけでいってみましょうか。ちょっとちっちゃい、一個一個はちっちゃいですね。それではこちらのお肉いただきます。
プリプリしてて、かけ応えがあるんですけど、結構柔らかいです。美味しいです。なんだろう、醤油の半熟が、なんかもっとニンニクとか効いてる感じかと思ったけど、これ自体にニンニクは、そんな効いてるんですけど、そんなに強いっていうわけではない感じがします。それではちょっと、タレがこっちにいい感じに出てきてます。それではちょっと、お肉とこんな感じで、キャベツと一緒にいただいてみましょうか。それでも、うまく取れない。うまく取れない。よいしょ。肉ばっかり取れた。よいしょ。それではこちら。いただきます。キャベツとキャベツ肉いい感じにうまいですね。キャベツにその肉の旨味が染み込んで美味しいです。店の方が説明していただきましたが、鉄板の機台を端に置いて、これを斜めに置いて傾かせてくださいですね。肉とキャベツの旨味たっぷりの油が傾かせたところにこちらに溜まっております。そして溜まった油に特製辛味噌を溶かして、それをつけながら召し上がってくださいということです。辛味が苦手な方でもぜひ小さじ1杯ぐらいはつけてくださいということですね。辛味が好きな方は小さじ2杯ぐらいだそうです。それではちょっとこちらの辛味噌を小さじでも結構もう1杯か、結構大きめですね。これちょっととりあえずこの辺を大きいドーンとこっちにこう、これぐらいはどけっていうことですね。よいしょ。それではちょっとこっちを動かして、なんかちょっと完全に溶けないから辛そうですけど、ちょっとまあこんな感じで半溶かしな感じで、それではこちらいただきます。言われるように肉の旨味とこの辛味噌いい感じです。でもやっぱり結構ピリピリ辛いです、美味しいです。しかしこれになんかご飯に乗っけるの美味しそうですね。ちょっと味噌汁もちょっと白味噌っぽいのかな。ちょっと味噌汁もいただいてみましょうか。それでは味噌汁いただきます。やっぱり白いんですよ。色が白いんで白味噌なんですけど、なんか結構甘みがあっていい感じです。美味しいです。それではちょっとこのお肉をちょっとアウトローかな、いきなりこれちょっとご飯に乗っけて、ご飯とともにご飯と一緒にいただきます。このご飯と一緒に炊き込む感じも美味しいです。でもご飯も美味しい、なかなか美味しいですね。この旨味がここに溶け出して、いい感じにこう溶ける感じですね。これを溶かして、こっち側にどんどん溶けていく感じなので、こっちの旨味をこうつけて食べる感じですよね。よし、それでもう一口いただきます。食べてるんでしょうか。こんなのばっかりじゃないか。それではどんどんいただいていきます。ということで完食でございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちなみに最後にちょっとこちらの辛味噌、もう一杯、もうさっきの量の1杯ぐらいというか、もう一つ、もう一さじぐらい入れたんですけど、ちょうどいい感じですね。辛み強くなりましたが美味しかったです。ちなみに夜は6時から9時になっていて、夜はご飯ついてないので、こちらビールとか、あと青森、九州名物らしく青森芋焼酎、青森じゃない焼酎、芋焼酎とかもあるみたいなので、まあ、お酒と一杯いただくのも美味しそうですね。よし、それではそろそろ帰りましょう。ということで大当たりさんで美味しい焼肉いただきました。美味しかったです。ちなみにお店の場所はですね、ちょっとここは分かりづらいか、今スシローさん見えてるんですが、スシローさんの向かい側ですね、僕の今画面には映ってませんが、右手にお店があります。そしてここ右側に行くとうるま市の市役所、そして左側に行くとさらにうるま市の市役所から北上する感じかな。ですいません、うるま市の市役所違いました、目の前でした。まっすぐ行くとうるま市の市役所です。そして左側がスシロー、そしてゲオなどがある、こんな界隈にお店がありました。
ということで本日は沖縄県うるま市にある大渡さんで焼肉の専門店ですね、焼肉定食いただきました。博多名物でしたね。博多名物って確認してたんですけどすっかり忘れてました。博多の方ってあえてキャベツとお肉をああやった味噌に味噌で炒めたり鉄板で炒めてああいった味噌をつけていただくんですかね。ちょっと初めてそういったものを知りましたけどなかなか美味しかったですね。本当にあの傾けてっていうのが結構マニアックなんですよ。傾けてこの肉汁を片方に寄せてそこに味噌をつけてちょっと辛みのつくた味噌をつけてそこに肉そしてキャベツをつけていただく。なかなか美味しかったですね。旨味が凝縮した感じで美味しかったです。基本的にメニューは一つなんで量を選ぶ形になります。今回1人前だったんですが1人前でも結構それなりにお腹はいっぱいになります。まあ大人の人でも男の人でも全然十分な1人前の量だと思います。 1.5 人前でまあ値段は 1.5 倍にならないので結構お得なのかなと思います。2人前3枚の前トリプルまでありましたね。トリプルになったらすごい量でしょうね。トリプルさすがに一つの鉄板に乗ってくるのかな。ちょっとその辺ちょっと気になったりしますが、もしトリプル頼んだことがある方ぜひコメントいただけたら嬉しいです。そして博多にお住まいの方、こちらの博多名物の鉄板焼肉はいかがだったでしょうか。もし博多ではちげえよっていうツッコミなどいただければ嬉しいです。もっと美味しいものもやりますよね。博多といえばたくさん本当に美味しいものあるので、こちらの鉄板焼肉初めて知りました。ぜひ本場の博多でもいただいてみたいなと思います。ということで本日は改めまして沖縄県うるま市にある鉄板焼肉の大渡さんで美味しい焼肉定食いただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラブ、バイバーイ。